田原重行からしげから1925年3月24日は、日本の陸軍軍人。軍事参議官、東京英樹総督やこの絵師団、第2、第4師団長を歴任する。階級は、陸軍大将12位、君移投降3級。救命、谷三郎。娘は、三輪の周一陸軍少将に嫁ぐ。人と原修造の次男として、福岡に生まれる。 陸軍士官学校に進み、1883年12月25日に卒業した。同日不評少尉に任官され不評第一連隊第一大大夫を命ぜられる。士官生徒第六期の新田玄の同期には、台湾総督、赤石元次郎大将、裏地を派遣軍司令官大井聖元大将、関東軍司令官立花小一郎大将らがいる。日田玄は、 翌年4月不評第一連帯小隊長に進む。明治19年1月19日陸軍大学校に進学。明治20年4月に中尉に進級する。明治21年11月28日陸軍大学校を卒業し、明治24年1月退位に進級する。同年9月から陸軍大学校副官に補えされ、明治25年1月には、 第2師団参謀に移る。明治28年3月に少佐に進級し、同月日新戦争に出生、同年9月に帰還する。帰還した9月から陸軍大学校教官を命ぜられる。同年12月にはなお、谷三郎から茂行に改める。明治32年2月中佐に進級し、同六月参謀本部員を補えされる。明治33年6月から第5師団。 兵官幹部参謀として、北進事変に出生し、同年10月に帰還。明治34年7月5日から留守第五、師団参謀長に進み、明治35年5月5日、大佐進級と同時に、第五師団参謀長に就任する。明治37年4月からこの職で、日露戦争に出生し、戦中の明治38年4月8日、 陸軍少将に進みよく9日、不評第7、旅団長を命ぜられる。同年12月に帰還し、明治42年4月1日独立守備隊、司令官に就任する。明治44年9月6日、不評第1旅団長に移り、明治45年2月27日陸軍中将に進級し、第2師団長を親保される。 大正4年2月15日第4師団長に移り、大正5年8月18日には、この絵師団長に就任する。大正6年8月6日から、東京英寿総督に進み、大正7年7月2日、陸軍大将に進級し、軍事参議官に親保される。大正10年7月15日をもって、予備役編入。大正14年3月24日政挙、成居。 ありがとうございます。